はい、始まりました、たまりです。現在どのように自分の畑を育てていくかを考えているんですが、プラン A は一つ目の畑で、これが春と秋。プラン B は春、夏、冬、秋を過ごし、キャノーラと小麦で2周目するという感じに流れていこうかなと思います。なので、流れとしてはこういう感じになるのかな。ちょっと最初の小麦の生産量が減っちゃうんですが、1年目と2年目を入れ替えるという感じでやっていこうかなと思います。ここ小麦に加えたらとも生産量変わっちゃうんですよね。やっぱキャノーラが先でないとダメなんですよね。かといってキャノーラをですね、優先する理由がないので、またここ大麦にしたいぐらいなんですけど、まあしょうがない、キャノーラで。まずは小麦とトウモロコシ、そして自分の裏庭を開拓してですね、クローバーを植えていきたいなと思います。なぜかというと、クローバーってここなんですよね。春に植えて夏にはもう収穫できるんですよ。なので秋の、キャノーラの反対に間に合うんですね。なのでプラン A とプラン C は今年中に始められるという感じになると思います。ということは何をすべきか、簡単ですね、ワゴンローダーに乗ってですね、あそこに散っているまず芝たちを回収してですね、どこだ、ワゴンローダーでこれらをすべて回収して、まずここを畑化します。畑化してここに、クローバー植えたいと思います。いやー、これちょっと大変かもしれないな。もう現時点で午後5時間に合うでしょうか。この角度じゃくっつかない。来た、ちょっと回収して何でもない場所にちょっと下げましょう。でもう一回あれですね、鉄塔をかけなければいけませんね、きっと。これいやー、このあれこれ考えながらやるのがとても楽しい、とても楽しい。夕方6時、我が家の前、これより鉄塔を展開します。致し方ないんじゃ、ここしかないんじゃ、ここで天日干しをするんじゃ。おお、行くぞー。おお、めっちゃ散らばるな。これしか方法がないんじゃ、許してくれ。ああ、ああ、ああ、あ、でもほぼほぼ生乾きにできたんじゃないですかね。
あ、できたかもしれない。どうですか。うん、できてますね。うわー、じゃあこれが次乾燥するのを待ってって感じかな。よし、どこまで綺麗に整えてくれるかちょっと分かりませんが、やってみましょうか。ああ、随分山盛りになりますよこれ。こんなもんでしょう。で、この辺の建物たちはそのうちおいおいちょっと形を変えてですね、自分の付き合いやすいように、使いやすいようにやっていきたいなと思います。ここは畑になりますので、ちょっとこれからもまたおいおい考えていきましょう。というわけで、もう真っ暗になりました。1日目はこれで終了って感じですかね。結構なことをやったんじゃないでしょうか。畑を、すき込みを2枚やって、芝を刈り、こんな風にしちゃってですね、やりましたから、だいぶやりましたよね。ただ問題が1個ありまして、明日またプラウで開拓作業をしなければいけません。また楽しみですね、それも。というわけで、今日は我が家で寝ましょうか。はい、6時でしょう。あー、いいか。まあそんな感じで今日はこの辺で。お疲れ様でした。1日お仕事お疲れ様でした。それでは失礼いたします。